第139回、あずまや着物広場テレビジョン、開始したいと思います。え今日はですね、極球着物解禁という題名で、まあ、ありましたね。はい、進めていきたいと思います。はい、えー、極球着物ってね、あのー、まあ、ご存知の方もいらっしゃるかと思うんですけども、えー、これで実は、えー、このあずまやテレビジョンでも紹介し始めて、ちょうど3回目ですね、 3年目と言ってそうですね,ですね3年目なんですね。はい、ということはテレビ上も3年に突入してるんですね。そういういことですね、はいあのー、忘れもしないディレクターさん 1>、はいえー、第1回目の「ごっきゅう肝」解禁の時は、はいはい、我々東京で東京ままで行きました、ね、出張放送をしましたね。その思い出がありますけども、えー、今回はまあここで、まあ、発表ということで、えー、なっているんですけども。 え、ごっきゅうきものって何っていう方もね、当然まだまだいらっしゃると思いますし、まあ僕らが勝手にごっきゅうごっきゅうって言ってるもんで、自分たちは知ってるつもりでもですね、多分初めて聞かれる方もいらっしゃると思うんですけども、じゃあ一番初めはですね、そもそもごっきゅうきものって何から始めていきたいと思います。はい。はい。あのー、まあ答えを一番初めに先に言った方がわかりやすいと思うんですよ。答えを言いますと、はい その名の通り5のハイフン9で「5級」と読むんですけどもはい5年生9組、うん、絶対にそのないですね今9クラスもないですからね今は <laughs> え5月から9月まで着られる着物の提案なんです5から9までいつでも着れると5月から9月まで着られるような着物を えー、作っったよっていうのがごっきゅう着物なんですねじゃあなぜねその極級着物を作ったかと、はい、また経緯とかもちょっと冒頭に述べさせてもらいたいなと思って、えー、これはですねもう「あずまやテレビジョン」でも,もう何度となく、えー、なんていうんですかね話題に上ってるんですけどもはい、はい、ディレクターさんももう耳にタコだっていうぐらい。 着物で、えー、TPO として大きく分けて着物の種類の TPO と、はい、季節の TPO があ,りあったじゃないですか。ありましたね。今回のこの極休は5月から9月っていうぐらいだから、はい、TPO の中では季節の TPO に入ってくるわけですよ。はい、で皆さん、まあ、これはあの、まあ、全部が全部じゃないし え間違えてるかもしれませんけども、えー、一応着物業界で、ね、いろんな本とかいろんな雑誌ね要は雑誌ね、はい、雑誌とかあと着付け教室の先生とかお茶の先生とかに聞いたっていう多くの意見がね3種類着物ってあるんですよ。3種類ある。何でしょう合わせの着物人へ、はい、の着物。 ね、夏物の薄物とも言いますけど夏物の着物、はい、これ大きく3種類、ね、着物の季節の TPO って今まで言われてきました、はい、でそれは合わせの着物っていうのは簡単に言うと裏がついている着物のことです裏地がついている、はい、でイ,イコール、まあ、裏地がつけるっていうぐらいだからね洋服でもそうですけども、ね、冬物となります、はい、でそれからひとえー一 ね、あななたたが一番初めに間違えましししねねね、えー、ももうう忘れ,もしれないでしょ短絵でょす、ね、そ単影、ね、と書いて「一とえ」と読むんですけども「ひと、はい、えー、の着物」もありますと「ひとえの着物」っていうのは単影と書くから当然裏がついてない着物い、はい、じゃあ夏の着物って何でしょうか、はい、透けてる着物」ですね同じ「一とえ」なんですけどす、ね、裏地はつけないんですけど当然、はい、もう向こうが透けちゃってるもの 穴が開いているようなものもありましたよね。はいはい、まこれはどう見ても夏物だと。ただその季節をですね、こう、じゃあ何月から何月までって聞かれる人は今でも多いですよ、当然。それ知りたいじゃないですか、はいで。洋服だってね、あの、あるんですけど、夏物、冬物が。はい、ただし、こんな着物みたいに下てで変わるものがあんまりないじゃないですか、洋服って。はいえーね、例えば、裏、<laughs> 裏付きのものって洋服で頭描くと、 スーツの。上、上着とかは、裏付きとかありますよね。ありますね。だけど、普通の普段一般的な洋服で。裏付きを、着るものって、ジャンバーとか上着しかないじゃないですか。はいはい。そうです、ね。身にまとうもので、だいたい、今、ディレクターさん、ちょっとたまたまフリース着てますけど。はい。フリースは一重でしょう裏地ないでしょうないですね。それでも、冬物でしょうどう見ても。はい。セーターも。セーターもそうです。です裏地ない。 ってことで着物はそれに当てはめるとなかなか合わんくなってきちゃうと、はい、だからこれは着物業界が勝手に決めた、まあ、着物業界というか業界ではないけどこの全体的にね、はい、で、えー、今から言いますよ皆さん、まあ、これは皆さん分かってると思うんですけどもいきますよ、はい大体合わせの着物は、はいね、どこからスタートするしてもいいんですけど、まあ、1月からスタートすると思いましょう。 4月5月までが合わせの着物と、はい、今までは大きく僕もそうやって覚えてきました昔はね、はいはい、で6月は人へ、はいはい、7月8月は夏物、はい、9月は人へ、はい、10月から12月までが合わせ101112と、はい、1011というと合わせの 季節が長い。っていうふうに今までは教えてこられましたけども、はい、今の洋服と一緒で、はい、それを完全に着物に当てはめてしまってですね、はい、昔は良かったですかもしれませんよもしかしたら、はい。今は例えばこの4月もう,う22223度いっちゃいますねこの愛知県はね、はい。まあ北海道のはまだ寒いと思うんですけどもいえいえ 大きくこの日本のねこの本州ぐらいを見てみるともう5月になると何度ですか5月になったらもう25とかもうじゃあ5月半ば行くともう30度ですよ。い、ね、きますね。えー、下手すの夏日って言ってね、えー、30度超える時もあります。はい、ということはそれをですねこの一般的なこの着物が好きな僕たち皆さんたち が5月にね着物を着たいなと思ったときに本を読んだら合わせだと書いてあったとはいはいじゃあ合わせ着なきゃと <laughs> 合わせ着なきゃとはい。はい、ほら合わせを着るとですね当然冬物なんですね合わせは、はい、ということは1月でも着れる着物なんですよ2月でもそれを5月に30度の時に着るとですねまあ多分ね合わせとかじゃ済まない、えー、着ぐるみ状態ですねうんおそらくサウナ状態、えー っていうのが、まあ、僕ら普段に来ている人の正直な意見だったと思うんですね。はい。でも、その着物のなぜかわからない誰かが決めた。ルールに従おうとすると、そうなっちゃうんです。はい。で、六月と九月がひとえってさっき言いましたね。はい。ということは、え、ひえっていうのは、六月と九月しかないんですよ。二ヶ月しかないんです。<laughs> おかしいよねと。なんでそんな時期作ったんですか。そうそう、おかしいよ、五月ね、六九しかひとえがないなんてね。はい だから今までは一重の着物がこれ僕も修行時代から5年ぐらいか78年ぐらいまでは一重のの物なんでで買う人人はよっぽどの人でした、ね、ああもうそこしかないから、うん、で,もでもそれを言ったら6月と9月っていうのは季節感は違いますけども2か月ですよねじゃ、うんはい、夏物も,も一応2か月間っていうい、ですとね。ですよね。はいねはい、そこはまとめるのはわかるんですけども5月 から9月まで、うん、という国、はい、ご級着物はねが今回の、うん、あのー、まあ今日の話題の着物なんですよ目的っていうんですか、うん、そうですねでそれをいわゆる普段着着物で今日は提案してますからああそうなんですねえ今の話をじゃあどこに置き換えるかっていうと、はい、そういう話はでも私服の部類に入るお話になってきますはいはい。はい でも今はもう至服でも僕は違うと言い切っちゃいますけども,もうこんだけ季節が変わって、ねはい、こんだけ皆さん着物を着る人が増えてきたのに、はいまだにねその昔の習わしをなぜか強引に突っ込んでいるのは、えー、これナンセンセスです、はい、ですから僕らそういう仲間が集まってやっぱり東京の呉服屋さんに聞いてもやっぱおかしいよねっていうし、はい、お若いお茶の先生に聞いてもあれはもう拷問だよねって。 暑いよとやっぱりみんな言うんですよ。えー、で私なんか10年前から普段着,着物生活してますでしょ。はい、もうね1年目だけはその頭はありました。はい、ちょっとやっぱり着物屋だからちゃんと守らなきゃと。はい、でももう次1年持たなかったですね。うもう9月ぐらいで一息なきゃいけないのに、えー、もうこんな感じですね。そんな関係ね。<laughs> そんなの関係、ね。 古いですね <laughs>、はい、古いやつを出してました、ね、そんなの関係ないんですよ、ね、普段着には、えー、結局は衣服ですからね着るものですからそんなもう着るわけがないです、ねはいはい。で例えばね本当にあの集団行動で、はいえー、例えば衣替えとかあったじゃないですか今でもありますけどもそういう時はね習うっていうのはありますけども、はい、普段着の部類で皆さん洋服でね聞きますか 例えば5月に出かける時に、はいえー、自分の体感温度でいいですよ、えー、暑いな、はい、今日はダメだ一日夏日だって言ってるって、はい、ニュースでと、えー、まずあなたねそうですね暑ければそれは誰に何を言われようが関係なくですからですから我々も普段着着物をお売りするんであればいろんなバージョンを ね、皆さんにおすすめしないといけないと、はい、何より自分も着物を着ているので、はいね、そんな熱い着物をお客さんに売るわけにはいかないじゃないですか<ー>だって自分が一重の着物を4月後半ぐらいから着ているのに、はい、お客さんに自分が着てるんですよ今日でもこれ一ですよ、はい、<laughs> これ僕が着とったとする、はい、で、えー、ディレクターがうちに買い物に来て、はいえー「今では何を着物を買ったい,いですか?」と来ると<ー>おしたら僕がね はね、この時期は合わせですからとこれ買わなきゃっつってやったら、えーえー、多分あなたは僕の着物見て「えー、何着てるんですか?」お宅は着てるんですか?」ってことになります。で多分これも全部分かってきたのはそういう着物屋さんが着物を着てなかったと僕は確信しております。えー、なるほど。自分も着て分かったのでね、はい、着てないご服屋さんは分からないかもしれませんね。着てないから この時期はこのものが、うん、そう進めれますよという話になってますね、おそらく僕も自分の経験で言いますと、えー、修行から帰ってきてしばらくはね、はい、スーツを着ていたわけですよ。はい、でもこの五月ぐらいになってくると、もうジャケットなんか部屋の中で着とれませんから、えー、ね、ダブルのスーツとか着れませんから、はい、脱いで普通の薄い <laughs> ね、はい、ええー、何て言うんですか、ワイシャツ一、はい、枚ですよね。えー 店の中ではなのに合わせの着物を売っていたと、はい、これはおかしいだろうということでまあそういう皆さんがこう集まって僕みたいな考え方の人がやっぱり集まって、はい、でメーカーさんもそれにあの賛同していただいて、はい、で「極級着物プロジェクト」っていうのを作って初めはね「あれこれさん」月刊あれこれさん」って今から出てきますけど、はい、この雑誌の「 僕うちも撮ってるんですけども、はい、これあのご存知ですよねはい、はい、この月刊あれこれさんが雑誌の中であの6級着物級級なんですね6級着物っていうのを一番初めにね、はい、書かれたんです、はい、で私もこれを撮っておって、はい、であれこれさんも僕らと同じ思いだなと思ったのが、はい、なぜうちがこれをずっとやってるかっていうとここに書いてありますあれこれは はい、着るる人が作る雑誌ですなるほど着ている目線がそ,うですその中に入っているそう着る人のためにこの雑誌はあると、はい、だって着ているから私もっていう人が作ってるわけ、えー、で六6級着物が出てきた時に私がパッと「あーっと」とあなんか同じような考え方をしてる人がいる、うん、これは同じ思いだなぁと。はい、でその中でお、えー、話をこの「 あれこれさんで出会った仲間と一緒に喋ってじゃあねと、えー、どんな着物があるんだろうかと見てみたんですよ、はい、着物業界に。えー、六級に合うようよな着物。はい、したらねしたらほとんんどないんです、ね、<な>い <laughs> それはもちろんその季節暦で商品開発をずっとしてきたってことなんですからね、はいはい、それに合うようなものは作ってもないってことなんでしょうかね。 おそらくさっきと合わせ人へ、えーね」ね夏物っていう考え方と、はい、普段着,着物の中でもなかなかないなとその幅広く着れるものがね、はい、夏物はちゃんとありましたよもちろん「おじやちじみ」とかねよく出てくる本浅のものとかすごく涼しくて最高なんですけども、はい、じゃあその手前ぐらいでこの辺今ぐらいのところから着るものが、はい、非常に僕もね着物屋としてもおすすめするものが少ないなと。ああそうなんですねで 普段着,着物のことですから絹のものはちょっと困る部分もあるんです、はい、汗ばむ季節になってくるので、はい、お家で洗えない、はい、ですからこの「ごっきゅう着物プロジェクト」はどこをめ、はい、目指したかというと、はい、ここからやっと長いですけどコンセプトいきます、はい、まずごっきゅう着物の定義を決めよう、はい、1>, <laughs> 1番目「はい、洗えること」 これはご家庭で洗えるっていうのを目指しましまた、はい、そして2番目やはりごがそうは言っても夏物完全なる夏物ではないまあはい、すごく透けちゃうわけじゃないから、はい、そういうものを作るわけじゃないので透けすぎないこと透けすぎないこともう本当の夏って感じにならないようなもの、はい、素材、はい、それからえー 今までの普段着着物はほとんどが無地とか島ばっかりでしたから、はい、まあ今回無地を逆に出したんですけど新しく、はい、それまでのコンセプトは古文のような柄絵付けであることっていうのも定義に入れてありました、はい、そしてまあ4番目はちょっとさっきと似てる2番目と似てるんですけど暑さに対応する生地であること脱でも大丈夫なっていうことであること で、最後に最後で、5月から9月まで着まわせること。はい、この5つが、え、ごっきゅう着物の定義として。はい、で、えー、仲間を集め出しました。はい、で、こう、今ね、まあ、今までのことはもうちょっと置いておいて、ね、今までは過ぎてしまったのね。で、今回、そのごっきゅう着物を参加するって言って手を挙げたのが、うん、えー、着物屋さんね、小売屋さん。 はい、全国から8軒8軒集まりました、はい、そしてメーカーさんだって小売店がいくらねごっきゅうごっきゅうっていったところで物が作れないんですからそうですね、うん、やはり物を作らななきゃいけないけ、はい、だからメーカーさんを是非ともお願いして、はいえー、このプロジェクトに入っていただいて、えー、思いを伝えないと物が作れないじゃない うですよね、まあ、うん、とりあえずメーカーが入り込まなければ進まない話ですよね、うん、これもの、ね、なんか作れないからね、えー、ですからこれは皆さんご存知のメーカーは今ね4社関わってくださいえっ、ー、とプロジェクトには4社、はい、それからえー、っと6社合計6社は関わっていただいております今年はあ多いですねはい4社がプロジェクトメンバーに入ってくれています えー、小売店とメーカーが作ったとしてもいきなり新しい着物を作ってもなかなか、ね、世に広まらないじゃない。はいね、自分のこのお客さんには進めることはできてもそれは地方のちっちゃな私のような呉服屋さんだと本当にこのちっちゃいエリアでしか広まらない。はい、だからこのあれこれさんという、ね、これ情報誌ですから、はいえー、媒体を、はい、まあ 利用するっていうわけじゃなくてあれこれさんも新しい六級をやってたぐらいだから五級規模の歌いたいと。はい、でみんなの思いが合致して、はい、でメーカーさんのプラスは逆に言うとなかなか今までものづくりがねあの進まなかった部分はあったと、はい、伝統的なものはいくらでも作れたけどと、ね、もう新しいそのことができてこないと。 じゃあこのプロジェクトに入ればこの5級よくわからんけど入ってみようかなとって思われたのが今から説明をいたしていきます、えー、まず小売店のえ発見をご紹介します、はい、えまずうち <laughs> 当たり前だよねこれ喋っとってうちじゃなかったらどうするか入っておりますあずまは入っておりますあずま屋、ね、はしょしょ初回から入っております、はい それから高橋さんね、はい、宮城県は気仙沼の高橋さん、はい、それから京都室町にある富士工房さん、はいはい、この富士工房さんは逆に面白いでしょ、はい、仕立て屋さん,んでねでも仕立て屋さんに今はもう着物をお買い求めに来る方もいらっしゃると、はい、だってすぐ仕立てできるから、はい、で富士工房さんも入られまして、はい、それからこちらもずっと家荘用さん ね、有名ですよね、はい。中野さん。東京は目白にある、ね、着物屋さんです。はい、それから新しく入られた、えー、和歌山県。はい、和歌山市から。着物ギャラリー、着物ギャラリー、らぎさん。はい、それから、えー、東京は蒲田。はい、羊屋さん。まあ今、オン大賞。我々のメンバーの一番大賞ですけど。<laughs> 羊羊屋屋ささんんですね有名なそれからこちらも東京八王子にあるです八王子といえばもう、えー、彼女ですね、えー、坂本呉服店さん、はいはい、それから今回、えー、この新しくこの今年から入られた、はいえー、長野県佐久市からの柳田さん、はい、この合計8社で、えー、今回の極級木ものプロジェクトが動いております。 そしてメーカーさんこれメーカーカさんは、ね、だどなたが来てるかというとですね、はい、もうテレビジョンではもうほぼ全員流したかなと。<laughs> もう言うまでもなないかないなつい最近に言いますと 2>,、えー、2人来てますけども、えー、京都から藤井絞りさんですね、はい、藤井絞りさん、はい、り様それから博多から西村織物さん、えー、それから東京・日本橋から、はい、三活さん それから、えー、京都西陣あれはサローネとかでもねお会いしました田中伝さん、はい、帯メーカーさんですね、はいえー、それからええそれからえー、ご協力をいただくということである意味 OEM 的な感じの感覚のメーカーさんというと東京八王子の藤本千光芸さんですね。藤本千芸ははい。はい。 木ン染めの有名な。はいはいはい。それから、えー、滋賀県。これもね、ゆすり見やりましたね。はい、滋賀県彦根から。はい、大西新之助商店さん。はい、まあ。こちらは大見城府の里だからね。はい,はいはい。はい。そういうことです。ですから、えー、こういう、まあ、あの、メーカーさん。と小売店と、えー、月刊、えー、月間あれこれさんが、はい、えー、まだ、えー、去年、 ね、ずっとね、一年間かけて、えー、やっ、作ってきた着物が、今日紹介する。えー、この後ろにかかっているものとか、なんですね。はい。ね、やっとこれで、だいぶ分かっていただきましたかね。なんとなく、皆さん、わかりましたかね。そうですね、五級着物のコンセプトは、よく、わかりましたはい。はい、はい。で、結果的に、えー、一年目とかは、本当に、そうは言っても、自分たちのエゴで作ってしまったら、ダメなので。はい。 えなんととねキルヒト委員会というのを作りまましたはい、はい、これは覚えてますよ、ね、100人ぐらい集めて、ねはいえー、ユーザーの方から意見を頂い,いて吸い上げようと、はいでえー、発表会を東京でやって、はい、でなんとなく皆さんがやっぱり思っていることが僕らも分かりましてで結局はそういうのを吸い上げて、はい、でメーカーさんと我々はどういうセッションを中でするかというと、はい、そその例えば。 一番の重要なところ、はい、ね、買う方からすると、オリジナルで作ると高いですね。はい、そこなんですよ。お値段がそうになりますね。はい。我々もその高い高くちゃ売れないだろう。はい。で、ユーザーさんもオリ,ジナオリジナルの着物は当然欲しいけども、はい、誰も着てないから、高くちゃ買えないよと。はい。で、僕らも普段着着物を提案するわけですよ。 高くちゃいけない。はい、だからメーカーさんにオリジナルであれあってしかも安く、はい、ね、オリジナルものを作れると。はい、っていうのをもうけんけんがくがくと。はい、もう初めは何て言うんですかね、まあ、半分ちょっと喧嘩ではないけど、えー、無理だろうと。 もういろいろありました。ええ、もう、うわぁ、例えば西村君とはよくありますね。博多の西村君と言っちゃいますけど、西村さんは、ええ、もうね、もう博多の老舗ですよ。ええ、で、もう、例えばこの、今日ここにね、博多のこの、これオリジナルなんですけど、極級の、はい、去年のね、はい、この八寸の博多を、はいはい、オリジナルを、はいえ、何本からやってくれるのと。 そううい話から入る機械織りですからね当然安くしないといけないからでも当然国内の西村織物のブランドはそこなっちゃいけないそれは当然ですよねいくらなんでも粗悪品を作っちゃいけないで一番最低ロットを教えてくれとしたらば初めは40本ぐらいとおっしゃられたんですけど我々小売店その時五六件しかなか五5件ぐらいしかなかった。 そそそこででしか売らないいとうううすねね40本で5件で割ってごら1件8本同じものが8本出ちゃうとそうそうこの僕なんかはねこれ何年越しかなとだからリスクがかかっちゃうそうそうお客さんにもリスクがかかるものを売る時は高く売らなきゃいけないそれがいかんそれはいかんでどうにかこうにかお願いして20本いこうよと。 小売店ももうちょっと増やそうよっていうことをやりながら、うんはい、でちょっとずつできてきたんですね、はい、で初めは石村さんのオービーすごい人気でしたね、はい、このこの色じゃないですけどもうちょっと明るいバニラ色っていうのがあったんですよ、はい、初年度に、はい、もう20本が10日ぐらいでなくなったの10日,確か10日かそこらで確かなくなったすごいよ。勢いで売れましたねやはりそれだけないものだった そしかもそのユーザーさんはそれを待ち望んでたぐらいな一す、ね、そうです、ね、コンセプトが分かりやすくて、えーえー、供給するものが見合った価値があればいいんだなっていうのが1年目で分かりまして、えー、ただし1年目でちょっと失敗したことがあって今,今は言えちゃうんだけどこっちの方着物の方がやはりゼロから作ったもんですから。はい 初年度はやっぱり自分たちまあとりあえず納得するとこまではいったんですけども、ええ、やはりまだまだ完成度が低いなと思ったんです、はい、お売りした以上責任を持ちますけど当然、はい、ただものいけまたもっと5月から9月までにもっと快適な着物ができるんじゃないか、はい、それで2年目もこう素材を今度は厳選してやりまして、はいええ、で、えー、もう少し安くお安くできるものも作ったりとかして、はいはい で今回その3年目の集大成で、はい、その2年かかって生地とか、はいえー、今のオリジナリ製のもの、はい、柄をおそ、はいえー、らくこれは僕のこれ勝手な意見ですけど、はい、ほぼほぼですよまだ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 いきますけども、はい、ほぼ理想に近づいてきたのが今回お熟成したこのあずまいの見立てがどうか分かりませんけども。えー まあ皆さんから信用していただければ、はいはい、アズメとして僕が毎日着て着物を着ている人間からすると、はい、この素材ならばいくんじゃないか極級い,い,いけるんじゃないかっていうのを今から、はいえー、紹介していって、はい、その、えー、一つ一つの商品がなぜいいのかそうですね、うん、何が何が違うのか。 そう今まではね親父のうんちくにお付き合いくださってありがとうございました<ー>今からが商品の紹介でございますので是非、はい、とも皆さんねここからは目を皿にしてというか、はい、そんなに偉そうにいった商品はどんなものかとそうですね私からするとね、はい、な何が違うんだろうっていう感じの方が強く知りたいです,けど、ねうん、ですねやはりあのコンセプトをぶらさずにご説明していこうかなと思っております、はい、でまず今回、はいえー、あの 着物からいきましょうかね。はい、じゃあちょっと画像をちょっとですね、画像を用意してあります。はい、じゃあ1枚目これから行きますね。はい、はい、どうぞ。はい、いいですか？はい、どうぞ。はい、えー、今ね、えー、商品撮影もモデルさんで終わりまして、えー、こちらの商品がおそらくまあ、去年の色違いなんですけども。 はいはい、去年この商品も爆発しましたねありましたねこれは覚えてますか覚えてますね赤系の強い感じのやつがで年した、ねはい、おそらく東屋も追加追加で注文してなくなった商品ですねっていうか東屋は予約で終わったというな <laughs> なんか記憶なく <laughs>、えー、取り寄せられず取り寄せられず、えー、で終わっちゃった商品がこちらにかかっている商品ですね、はい、で、えー、今ねこれ大金子 コさんっていう名前をけけてありますけども、はい、なぜでうさんからはあまり聞いてないんですけども、はい、えこれね何が今までのものと違ってたというとはい何でしょうか,かなりの大格子なんです大きい格子色柄なんですね、えー、でちょっともう一回戻しましょうか画面をはい仕立てるとこうなるんですけども仕立てないとどうなってるかはいいきますじゃあ出しますねこれなんですね 格子柄には全く見えない。うん。だから格子って言うとなんかこういう風になるイメージだけど、えー、まあそれをこうちょっと大きくパーテーション分けて、はい。でしかも一個の柄の範囲バランスが、はい。こうちょっとランダムなんです。長い、短い、長い、短いになってますよね。そうですね。でこれが 今までのメーカー側さんが柄から作られた大腰いっぱいあったんですけど、はい、ほぼ全部四角が同じ大きさだったんですそうですね大腰いっぱいありましたけども、えーはい、大きかって大体真ん中で分かれていて、はい、四角が、はい、で同じ大きさが続いてて一罰柄みたたいになってたんですすねねそうです、ねえーうん、でもそれはこれ小売店特にこれ僕の意見をちょっと言わせていただいたんですけどその時に。はい 仕立てるとね、はい、真ん中に線があっても真ん中になんないよっつってそうですね例えばねこうやって建物、うん、こうやって当てれば真ん中になるんですけど、はい、これ仕立てるとちょっとずれるわけですよ、はい、脇は縫い込まれるわけだし縫い込みっていうのが仕立てる時にあるんですよ、はい、で着物屋からすると仕立てた時にバランスよく柄が出て綺麗に見えた方が建ドで見せる時に 綺麗に見せるよりも重要じゃないかと、はい、だからモデルさんを使って仕立てたものを着せた画像を出してあげれば、はい、分かりやすいからイメージしやすいですねそうそっちの方がねでこの反物はその代わり着物屋の都合で、はい、そのバランスよく柄付けができるものをえやろうじゃないかと、はい、藤工房さんがねはい仕立て屋中瀬の商品そうなんです これはあのある意味仕立てや中瀬の商品だから普通の着物屋さんだとちょっと対応しづらい商品難しいんですかねはい柄合わせとかよく言う話なんですけどい柄合わせが難しい難しいってことで,でこれは僕がかなりちょっと関わらせてもらって、はい、ここの比率ですね<の>73ぐらいの比率、はい、これがまた黄金比率で,、はい、でこのしかも格子の幅も、はい、これも黄金比率で だいたい繰り返しで2尺になるように、はいえー、なっていますだいたいその6マス分が人柄になるんです、ね、ちょうどこの前身ごろにこう立てると、えー、その2つが出るようにそうですよねはい。で肩にも出るようにそうですね同じ柄が続きというのが全身でどこか出るとちゃんと出るように、うん、でそれを組み合わせていくとはい、はい、じゃあ写真に戻していただ思 ポチっとなそうするとこう見てくださいこのたものとは思えない、えー、格子柄格子柄というよりは何ですか,かこうテキスタイルがこうこうブロックみたいになってますでしょこれすごくうまいことできているんですよ前身頃はちょうど半分柄が出るようになってますし、はい、でしかもこれがまた面白いのがその方 の好みによって柄合わせを変えられるです、ねはい、もう着物を知ってないとダメですけどね着物屋さんが肩,で<も>肩の上にはこの色が来る襟、はい、はこっち行きましょう奥見、うん、はこれ行きましょう、はい、ってことは結局同じ単物を買っても人によってものすごい変わるから、はい、違う感じの印象を受ける着物うそうなんですよでき,できればやはりこれは専門店で単物で買ってもらいたいっていうものを やっぱり作ったわけです。わざわざ見に来て帰ってきていただきたいと。はい、で、今度は上から狙いましょう。はい。これね、素材の話はね、はい。いいですよ。はい。上から。はい。今度素材の話いきます。ちょっとこれ邪魔だね。はい。素材の話いきますよ。はい。もうあれが出ちゃってますか大丈夫うあれが出てるかも。 アップしましょうか。はい、うん。はい。えー、おっとアップするうあれがないですね。あれ <laughs> 非常にピンチですね。<laughs> リモコンが <laughs> はい。でも皆さんこれちょっと今ディレクターさんが探してますけどね。はい、これね見ていただくとね。 ちょっとこう、洋流加工って言ってね、ボコボコしてるのわ分かります生地がボコボコしている。はい。ね。はい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 、はい。アップしてくれましたね。こう,いう生地がボコボコしてる。今度生地を言ってますね。今、柄付けのちょっと、えー、こだわりを言いました。はい、今度はね、ディルタンさん生地ですよ。うん、これね、麺朝の生地なんです。麺朝の。麺、はい、朝。はい、いわゆる麺と朝が。 混合されている、はい、で今まではだいたいね着物業界が作ってきたものっていうのは、はい、7030面朝でいうと70が面朝が308020とかね、はい、面が80朝が20とかが多かったんです。はい、面の方が多い、うん、あと、えー、大オミチヂミなんかは5050 50 50中でのもありましたはいけれども今回我々は思い切って、はい、朝60 麺40って言って逆にしましたねい、はい、これはなぜかというと<え>まあ僕も今までオミチジミとか着てきましたけどもどういうことかというとちょっと暑いかなと思ったんです麺が多いとちょっとぼてっとする夏日にねはいで柔らかさは出るんですけども、はい、ちょっと逆にまとわりつく、はい、夏は特にね,ねだから今回は この朝を多くしてさらっとさせてでしかもこの凹凸加工これ揚流加工って言うんですけど凹凸加工すると何がよく感じると思いますディレクターさんにとっては凹凸加工があるとですね、はい、肌触り感がいいですかね、うん、もうそれも正解なんですけども、はい、いわゆるベタっとくっつかないまと,まとわりつかないというやつですかで汗がたくさん吸ってくれるんですね あの面積表面積が増えるわけですから。はい、ってことは汗を吸ってえそれが発散するわけ朝は、はい、その時に気化熱と言いまして、はいはいね、よくあるじゃないですか今の熱を奪っていくっていうその、えー、要は効果が得られるんじゃないかと、はいままあ、確かにこれはもうおじやちじみで照明済みですよね本朝のおじやチじみは、うん、涼しいですから、はい、でこれをやってやる。 どうですかこのこだわりを夏場は涼しく夏場でも涼しくしかも透けすぎない、はい、じゃあ今度こっちに戻しましょうかこれ透けすぎないいつもさ夏物やるとすごい透けるじゃんそうですね向こうの感じがわかるわもちろん透けてはいるんですが、はい、そんなにめちゃめちゃ透けてないでしょ、はい、でも透けてないと風が通らないから この微妙な透け感これはちょっとやりましたねいい感じの厚みなんですね、うん、あ健太川,が川田さんが、はい、着心地が良さそうと、はい、これめちゃめちゃ着心地がいいです先言っとくけど <laughs> めちゃめちゃ柔らかい気持ちがいいですよあ,あ本当とですねさらっとしてるでしょさらっとしてますね、うん、でも麺が入ってるからちょっと柔らかさもあるあ そうですやっぱりその何て言うのさっき言った透けすぎない5月から切れるわけですから、はい、そういうことで5月から9月まで切れるような厚みが出ました、はい、これはなんかねちょうどいいと思いますよ、うんはい、これは本当ちょうどいいでこの大子越はい。シリーズがもう一旦今回はそれはかっこいいですね男物ですか はい。これはね、ユニセックスでもいけるようにと。はい、去年ね、実は、男も行ったもなかったんです。はい、大越孝さんはね。はい。まあ、当然こいい。これいいですね。これは、えー、この画像を行きましょうか。はい。えー、さんの、えー、はい。これですね。はい。これ、女性が着てますけども、 ね、この「モノトーン」という名前が付いてますけどこちらは、はい、この「モノトーン」大越高さんモノトーンも作ってこれねもう一回画面切り替えてもらえますかね大きい画面にねはいはいじゃあこれねこれ男でもいけるでしょ男でもいけますよ全然うんはいで、えー、先ほどもう一個、あのー、コンセプトを話すの忘れましたけども、はい 端物幅をね、ごっきゅう着物は広げたんです。大きいですね。はい、えー、今までは、あの、これ、東テレビジョンでも何回もやりましたけども。はい、一尺っていう単位が、着物の単位ですよ、端、はい、物の単位ですよ。えほとんどの端物が三十八センチなんですよ。とはい、でも、今は四十ぐらい欲しいよねって、僕は言ってましたよね。ね<ー>それはなぜかというと、手の長い人が出てきたりとか、はい、背が高い人が出てきたので。はい。 もう、そういうのがないと、作れないよと。はい。で、それに対応するように、えー、大きくなってるんですよ。田んぼの幅も。はい。ってことは、男だろうが、女だろうが、うん。作れる。関係なく作れるんですね。ですから、これを、男性がいいなと思っていただければ、素直に。はいえー、全然大丈夫私。私いいですね。とてもいいですね。これね茶色系なんですよ。はい、で、えー、縦糸という小糸を変えるだけで、こういうふうに。 色変わりすするんですね、はい、非常にだから、えー、バランスがいいというか、はい、でこれをさっきみたいに下手によってちょっともう一回ひらめ開けてください写真を、はい、<laughs> ほらね白っぽすぎないし、えー、その黒の,あの茶色の出し方とかが、はい、こう上手にやればこういうふうに。 今回この人このモデルさんは襟がほとんど無地でやりましたけども、はい、当然さっきのねもうそのまま見てくださいねこっちみたいにこれ襟をわざとこう柄が出すところはい、はい、で今のこっち行くよこれ無地になる、はい、でこれはね実は見えるだけなんですそういうふうに同じような色が続いてるっていうだけなんですよねこれを変えていけるんですねこういうふうにね襟元をね、はい ですから、えー、男性だったらこういうふうに無地っぽくすればかっこよくなると思いますし、はい、そういうことも可能です。はい、で多分ねここでこんなこと言うと多分ね藤工房さんたちに怒られそうですけど他の着物屋に「お前が余分なこと言ったもんで、ねうん、客がうるさいこと言ったじゃねえか」と。できるっって言ったぞみたい、ね、<laughs> どうやってやるんだはやってくれよと。しょうがないですね。えー できるんでも、藤子さん見てますけども、できるんですよ。それではやってもらおうじゃないかっていうことで。ただし、でも、例外があります。先に言っておきます。あまりにも背のお高い方は、建物の長さ、十分取ってありますが、ちょっと制約が出てくる可能性もあります。やっぱり、長い中でどこを取るかっていうのは、自由にできそうでできない部分もありますのでね、それだけは言っておきます。あとインターネットで買われる方 その方と直接お話ができないし肩から当てれないもんですからやっぱア当て,てみてねここの茶色がここの肩に欲しいとか、はいはい、この襟元に白が欲しいとか<え>っていうのはやっぱちゃんと見て、うん、だからネットではで、ねえー、残念ながら柄合わせの指定は行っておりませんいさすが、ねはい、に、ね、信用問題なので、はい、やはりあのお店に来てもらった方は完璧にこう変えます。ははい、はいはい、じゃあこれは 大シリーズもうおそらくですよ今日ホームページに僕載せましたけどもこれとこの大越興産は皆さんこれは売りつけるわけじゃないんですけどここで即なくなると思います去年即だったからこれはね明日ああたりずまや危ないですそれかっこいいですねこれいいでしょしかもちょっとシャンブレーみたいにこう縦糸ということ書いてあるから。 色変わりするんですね。角度によってね。はい、いいですね。しかも洗えるんですよね。はい。で、この値段お値段。気になるお値段。はい、はい、ね、ここで言わなきゃ。はい、お値段気になりますね。これはあのディレクターさんね。はい。こうやってオリジナル、これ完全オリジナル。はい、えー、これは新之助商店さんに作ってもらいりました。はい、ああ、いいですね。だいたいね、定評がある。ねえ<ー>。明暗着物に浅い着物に底表のある大道寺の里でね、はい、これは作りました。はい。 えー、しかも大西新之助商店さんで作,らっ,作ったオリジナルの、はいえー、着物です、はいえー、こちらが、はい、なんと,なんと、えー、まず税抜きですね、はい、田んぼ物価格で税抜き、はい、これは全国どこの呉フ屋さんで買っても同じ状態をつけました2万8000円2万8000円はいお安いんじゃないですかだから8%入れても3万円ちょっと ほらだってオリジナルでメガさで養流加工がついていて、2万8千円、あの下手な浴衣より安いですからね。<laughs> そうですね。これブランド浴衣このぐらいしてますか？あの普通に皆さんご存知？ブランド床あの JK なんて、3万円以上しますから。しますね。面100で。しますね。私のあの昔の、ええ、しましたでしょ、ええ？これぐらいしました、ね。これは2万8千円納得いかないですね。なんか。 これ安すぎるって言いましたけどね、僕作った後にね。まあでもね、これはもう皆さんに入り口だと。はいはい、ぜひとも。はい、ね、特にコウさんについては、えー、もうほぼこのボッキュー着物のえなんていうんですかね、コンセプトのもう一番入り口だから安くしよう。えー、はい、はい、これはもう小売店さんが頑張りましたここは。あ、そうなんですね。もう小売店はあまり儲けてません。<laughs> これは。 でしかもこれも着物業界が皆さんがもしかしたら一番ハテナと思ってた金額がお店によって違う,、はいはい、違うことはない。絶対にそれはないだから先ほどの8件しか取り扱いがなくって8件とも1問たりとも負けちゃダメだよと。 その代わり負けれないような値段をつけちゃえばいいじゃんともうそのドショパナから安くしろそうですこれを半額にしたら僕が買いますから、えー、<laughs> 全部買ってあげますから、えーえー、っていう値段をつけてありますから、えー、お客さんはもうこの値段で勝負、はいはい っていううかもう勝負というかお客さんこれ値段で高いって言われたらりたくない <laughs> その値段言って「高い」って「負けろ」って言ったらもうやめてくれっていう話で <laughs>、ええ、お客さんもしうちでそういうこと言われたら「あ次の方」みたいな <laughs>「<laughs> もういいやな」たいう <laughs> 次の方みたいなぐらいこだわってますで、えー、この大西慎之介さんの商,商店さんの商品が今まではこの大越シリーズだけだったんですねで次はなんと今年は すごくやっぱ受けが良かったお値打ちだったし。なでこ今回は、はい、えっとねちょっと待ってねえっ、ー、とね違うのを作ったんですよ。さらにうん。えっ、ー、とねもうちょっとねこの2色以外にまたさらにあるってことです、ね、はい。来やすくねもうちょっとね逆に万人向けというか、はい、やべえその写真を。 ありました、ありました、ありましたありました。驚いちゃったな。ありました、ありました。よろしくお願いしまありました、ありました。え、今、写真が出まして、これね、ちょっと遠いですかね。遠いですけどね、これ実は無地なんですね。無地。無地。無地の同じ生地ですかはい、生地は全く一緒で、大越孝さんね、確かに個性的でいいんですけども、ちょっとやっぱり癖がある、お互い。ありますよね、ちょっと。 ちょっとここまでの大柄渡しきれないちっちゃいとかあるからこれはね、えー、無地を作ろうと、はい、で無地なら絶対合わせやすいじゃないですか、はい、でもただ生地感もいいですしね生地感もいいこれ生地が何と言ってもいいんで<ー>今度はいここ今からちょっと画面変えて、はいえー、また我々作りました、はい、同じ生地で今度無地ですねはいあ黒もあるんですね黒じゃないですねこれ。 これ,これはチャコールグレーみたいな茶色ですね。本当,本当ですね。画面とちょっと違いますね。はい、画面上ですと,っと黒,です黒っぽく見えます。黒いんですけどこれチャコールグレーで、でしかもこれが一番わかりやすいかな。ああいい色ですね。ええー、普通の無地だとどこでもある。はい。目先物は。ええー、シャンブレー。シャンブレーなかなかありそうでなかった色です、ね。光りますよねこれ。えー、これは。 朝と面の細い糸を使っていて、はい、縦糸と横糸を完全に変えることによって、えー、目を騙すことができるんですね人の目を、はい、だから角度によってこちらはなんとこれね縦糸は鮮やかなブルーなんですよこれ実は、はい、もう真っ青縦糸は真っ青本当ですね縦糸ここ見れば分かるでしょ、えー、真っ青うです、ね、横糸は茶色茶色 それを打つとこういう色になるんですよ。かだから角度によって青っぽくすごく見えるところと、なんか派手っぽく見えるんですけどもそう、これ実はね派手と言ってもこの茶色がすごく出てくるところがあってあそう、ね、落ち着くんです。ちょっと黒黒感もありますね、はい。だからこのシャンブレーのこのメンアサキモこれ無地で、はい、はい、あの大号一幸さんと同じ値段なんですけども、はい。 これはこれで使いやすいと思いますはいはいはい、はい、これ絶対にこれも必見ですねええー、朝60%メイン40%はいこれも、えー、超必見でうこれはですね8店舗で分けました、はい、いろんな色を何色あるんですか全部で、えー、確か6色ぐらいありました無地がで、はい、各店舗が3本ずつ確か選んだと思いますははいはい,、はい。 うちはこの3本を選びましたグレーと茶色と,チャ,とチャコールグレーとこれグ,グ,グリーンというか何ていうのね <laughs> もう名前がつけれませんね色のなんかエメラルドグリーンでもないし何ですかねこれ<あ>深い、ね、名前がねあるんですか無無無地地。地。ってて書いてあります、ね、<laughs> 何ですでか、無地無地 でもこう無地も3三本だから、えー、8店舗どこに見に行くと「ゅ級着物」というこのタグがついてると思います<ー>で、えー、色は違うと思いますそれぞれかぶってるものもあります、ね、でも全部で6色はあるよはいでこっちは確か30本作ったのかな合計、はい、こっちは、はい、だから今のところ 8, 8店舗あって3本ずつ持って24本はいはい どうしてもっていうと、早めに行っていただければ、はい、同じものがもう一旦入る可能性もあります。あ,あ、そういうことなんですね。はい、ですから、これ、皆さんね、あの、覚えておいてください。はい、無地回りますよ。はい、無地が今回新しくチャレンジしました。はい、はい。放送は今日は見づらいと。今日、皆さん見づらいですかね。いや、いろんなものが出てくるからでしょうか。 そ,うすね、その理由をちょっと教えはい、えー、とそれからですね、はい、え今これで新之助商店さんの商品が終わったんですけども、はい、えそこの過程ですね先に言わなきゃいけなかったやっぱり僕らものから作ってるんだよっていうのを見せていきましょうか写真で、はい、えそのシャンプーの意味とかもねやっぱり勉強しながら皆さんで、はい、こうやって一番初めはいろんなこういう仮り織りですね、はい、えお店さんに頼んで これは無理やりっですよ、はい、<laughs> たったの30分を作るためにここまでして我々こうやっていろんなこう色を合わせて重ねてみていわゆるこういう色になるんだとかっていうのをやらないと分からないんですよねこうやって。たくさんの色見本を出していただいてその中から黄金紙の柄を選んだりとか無地の柄を選んだりとか、はい、本当にこれ一つずつ確認作業で。 やってまままいりした今でですから例えば「仮想よさん」っていうのはこのメンバーでも一番ねあなたも知ってますよねもう僕からすると宇宙人もう違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 うな素敵なあのデザイナーというかデザイナーでもあり着物屋でもあり職人でもある。でこういうふうに例えばこうやってね こう混ぜた糸をこうやってレイヤーで重ねるとこうなるんだよっていうシミュレーションとかを見せてくれたりとかねこうなるんだよとかね横糸と縦糸が違うとこうなるんだよと混ざるととこういうふうにして大越興さんがパステルが出来上がってきました。とい,ということで大西新之助商店さんに頼んだのはこの2タイプです。それから続いていてきますよ 続いては、えー、まだ間に合ってない商品があるんでえー、と着物でいうとあもう一つありましたごめんなさい、えー、これも大西さんの商品ですこちら、えー、画像で見せましょうかこちらでございますこれも人気でした去年ねこれですけども糸遊びいとこさんという名前がついてますけどもはい なんでか知らんけど糸 <laughs> でで遊んでるから近くで見るとその意味が分かるような気がしますねええ。今ねこれよーく皆さん見るとですねあと今日ね皆さんぜひともね我々ハイビジョンで流してますからねディレクターさん、はい、あの画面右の方を触ってもらうとですねあのピュッと出てくるところあるじゃないですか右下ですよこっちの右下こうかこっちの方。 右下のところね画面を触るとですね皆さんちょっと大きくする画面を大きくするところがねボタンが出ます、はいはい、そこを押すとね、はい、大きく見れますから、はい、よかったらそれで見た方がいいと思います、はい、でじゃあいとこさんをアップで見せましょうはい、はい、こういう柄なんですねはいそうなんですね実はいろんな色が1本ずつ織り込まれているんですね コシガになって、しかもカスリートを使っているので、はい、本当の真四角ではない。えー、こう色がグラデーションかかって、こう縦のことね。はいはい、それが織りこめ、織り込まれていると。はい、ですからこういろんな帯合わせが可能になる。いろんな顔になりそうですね。これ、ね。そうです。で遠くから見るとあんまり目立たないですね。この色が。えー、すごい色が入っているんですけど。はい、だからこの写真で見ると。 えー、ちょっと無事っぽい何か柄が入ってるんだと、はい、ちょっと紬の,のかすりの着物のように見えます時々落ちますねとあそうですか皆さん大丈夫ですかねそうですねちょっと乱勾配してますねちょっとあの視聴者数がね上がったり下がったりしてますね<ー>すいません皆さん今日はちょっと調子が悪いかもしれませんで、えー、これねおご、えー、といとこさんね、はい じゃあもうちょっとこっち逆にしましょうあの大きい画面にしましょうはいこういう感じなんですよ遠くから見るとこの感じだとあこ、のー、格子は分かってだんだん離れていくと無地っぽくなる無地っぽく見えますねこれはね非常に帯が合わせやすいですで先ほどのあのお写真にもう一回書いていただいて そうするとこういうふうにね白っぽい帯を当てると、はい、濃い色ってダメじゃん夏はって思われる方も多いんですけど、はい、僕はそう思ってなくて夏も濃い色はいい色はと思うんですよ、はい、これ今日であれこれさんにもあの今月号くしくも出たばっかりの今月号、ね、さっき見てたらですね、はい、さっきここでやっとったよねどこやっっちゃったんですか <laughs> ありましたよかったです 罵倒はしなくてもいいよね <laughs> うんやっぱり、ね、同じことが書いてあったんですよ、はい、あの夏だからこ、ね、普通薄い色っていうんだけど、うん、やっぱり夏こそ濃い色、ね、あの素材感が透け感が出るものっていうのは濃い色の方が透け感が伝わりやすいんですね実は。白っぽい色の夏物の着物よりも黒っぽい夏物の着物の方が はい、ディレクターさん透けるっていううのは分かりまししたたよねね前も、えー、そでだから濃いものの方がかえって夏は涼しげに見せることはできる。ただしやっぱり真っ黒だとちょっとやっぱりニコワをつかみやすいからちょっと暑くなりやすいんですけどでも見た目としては涼しげに見せることはできる、はい、だからあのちょっと濃い色も、まあ、チャレンジしてもらってもいいよと、はい、フルスクリーンするとソーシャル消える、えー、<laughs> 陽子さんおっしゃる通り、えー。 ソーシャル消えるんじゃなくて下の方に動くんじゃないフルスクリーンだと消えるけどフルスクリーンの一歩手前もできますから皆さんそうですねちょっとでかいちょっとでかい版そっちの方がいいかもしれませんそうすると下の方にソーシャルも流れますちょっと今までで何かちょっと意見ありましたちょっといいですかようこさんとかたくさんあるねサララ・色さんですね地味なんだけどカラフルとあそこを目指してますまさにそうですねはい それからですね乙女さんですね「ティールブルーの反物すて綺麗ですね」っーさっきのティールブルーこれティールブルーっていうんですよティールブルーですよこれティールブルーいいよちょっとこれ乙女さんパクりますティールブルーこれティールブルーなんですよって言ったら多分お客さんにそいうなおいう色ですかティールブルーって言ティールブルーです っていうかティールブルーっていう言葉自体初めて聞きましたねティールブルーありがとうございますそうですねケンタさんですね寝坊しても合わせやすそうな着物と言うことが少ないのかなそうですね無地の着物の夏物のいいところは何でも合うから帯がほぼ全く同じ色以外はだから皆さん初心者にはぴったりかもしれませんパッと着るには。 それから洋子さんですね。まあ、あ、おびだそべそうと。あ、天の声さんの音量が。三代目さんの比べるとちっちゃいと。<れ>はい。はい、わかりました。直します。はい、すみませんでした。えー、それでですね。次は、じゃあ、えっと、しんのすけさんがこれでね。このいとこさんも、全部値段一緒です。全部。ぶち込みです。わかりました。はい。全部ぶち込みなんですよ。だから、2万八千円状態、全部が。 そのカラフルなやつもはい、大格子も,子も無地も無地もうん、だからこの辺はもうもう皆さん次第ですねわかりやすいですねでも反対にはいもうわ、ね、かりやすくしました全て同値段ですはいはいそしてですね、えー、着物としては、えー、あと一つはあこれですねおじゃあ写真を買いましょうか、はい、こちらですはいこちらの着物 白っぽい着物です,っぽですね。はい。これ、これ、これも、えー、アルコレさんに書いてありましたけども、こう、普通、白い着物を作ると、浴衣っぽく見えちゃうんですね、普通。はい,は,いはい。それがですね、浴衣っぽく見せないような加工がしてあります。これ、実はね、これはアップで見ないと分かんないと思うんですけども、えー、ディレクターさんはパッとでわかると思います。あらと。 わかりますねこ<れ>草木柄いやいや違う違う違う花、ね、これ違うんでしょこの加工があ何ですかこれはいこれちょっと特殊な加工がしてあるんですね樹脂加工でペイントペイントではないんですねこうパールなんかパール加工というらしいんですけどもパールトーン違う違うパールトーンじゃないパール加工 <laughs> ね、はい、えで。 ちょっと着ていらっしゃるのを見ると、はい、ちょっと皆さん大きくしないと分かんないと思うんでえ柄はこっち側でやりましょうかアップの方ではいじゃあアップ画像で <laughs> いきましょういきますよ、はい、はいこれアップ画像これね古紋柄付けがしてあるんですね三活さんでこれは東京の三活さんで染められた商品なんですけども昔の型を ね、使って、えー、細かい型ですよねこれは、はい、型にこれパール加工 <coughs> パール加工って僕よくわからなかったんだけどいわゆるちょっと樹脂加工みたいな感じで、ね、ちょっとねこれシルバーの白を載せているんですねおやった入ってきた宮こさん助けてくれ <laughs> 宮こさん上手に説明してください <laughs> これね <laughs> あのなんて言ったらいいのかなちょっとこうよく洋服でもこういうプリントありますよねちょっとこう、ね、ベタっとしてるっていうか、えー、でも洋服の場合、はい、ちょっとそこがポコって浮いてる感じじゃないですか、はい、そこまで激しくないですね、えー、そんな感じではないですよね、うん、でやっぱりちょっとだからシルバーの白がついてるから光るんですねちょっとシルバーに、はいえー、でもあの嫌、うん、な感じじゃないですか、はい、だからベタっとなんて言うのかなこうただ グレーで染めちゃったんじゃなくて、はい、ちょっと光るキラキラと。はい。それがボコボコ感というか、立体感があります、ねそ。そうなんですで、やっぱりこれも溶融加工して、しわ加工してありますので。はい、これも同じです。生地は、あのね。ただ、こちらの生地は、えっと、さっきの新作生産の生地よりも。面、はい、面、面が多く入っております。面が多く入って。はい。じゃ、あこっちもう一回画面を大きくして。どん。 こういう感じなんです全体になるととてもねなんていうんですか、ね、着物らしい感じがします着物らしいって言うんですかっていうか反対に、うん、あまり見ないは,はいはいはい感じはそうですねけますね完全に新しい感覚ですよねこれははい白え白な感じの加工で、はい、でも上品なんですよはい非常に上品ですねで上品なんですけど、うん、今までにない不思議な見た目ですね、うん、これはね。 マジでで、ねはい、今まま僕も見たことあありません、はい、あそうなんですかこれも私でも見たことないですこれはね。はい、でこれを着物にしちゃってよごっきゅうーチームはと。<ー>だからこれはまあいわゆる未知数な。難しくないんですかこれをいやこ,これはね未知数そんなに難,難しいん <laughs> って。違うだからこれは皆さんに是非とも <laughs>、はい、もう誰にも着てない新しい 極級着物の提案として、えーはい、ぜひともこういう白い、白の着物なんだけども。えー、浴衣っぽくならない、夏のメン咲サ着物っていうのを、ぜひ着てもらいたい。はい、これまた帯でいろいろ遊べる。そうですね。え、お、過去の放送の音声が流れてる。大丈夫?。僕ら、違うよね。僕らじゃないよね。音が混ざってないですね。大丈夫ですね。耳聞いて、大丈夫ですね。はい。ええー。 はいでこれがえっと今回さんかさん東京のね日本場所さんかさんが新しく佐賀さんに作っていただいた、えー、商品ですシルクのように見えません、ね。そうですねちょっと光沢感が高くの部分があるので、はい、ただ着るってことはないかね、はい、光沢は確かに見えるんですけど着る、うん、ほどのあの艶感はないです、ねうん、そうですねだからちょっとこう抑えてはあるのではい。ええー。 まあ本当に新しい感覚 <laughs> って言うんですか、はい。あ、ありがとうございます。佐賀さんがね来やすそうですけど、えー、音声はこちらは大丈夫です。ありがとうございます。えー、宮古さんがね結構レアです。<laughs> 結構レアじゃなくてめちゃめちゃレアでしょ。<laughs> いや本当に本当に、うん。 えー、三角と聞いて中線かと思ったんですが違う疑問なんでそうですね中線ではないですね,ですねこれはね片染めですね多分羽織もさんの環境だと思いますこちらは大丈夫だと思いますはい、はい、えーはいえー、そしてですね次はえー、っといきますよ、はいえー、今のところですねうちに届いてる商品は今こ,こ,こんだけなんですねはい,はい、はい、で、えー、実はですね えー、着物今ずっと着物やってますから着物続きますよ、はいえー、着物もうすぐ本当に上がってきます、はいえー、実はちょっと発表が先になってしまったのではい、はい、ちょっと現物が今ま江にはないんですけども、えーえー、もうすぐに、えー、出てきますけども今からが藤井絞りさんね藤井絞り,、ねはい、りさんの商品ちょっと待ってくださいねちょっと探しますからね、はい、藤井絞りさんの商品がこれですね はい、出てきましたよああ、いいですね、はい、この縦縞の,、ねこ,のはい、こちらの商品を<の>お藤井しぼりさんが今のう参加さんと全く同じ生地ではいえ面配合のちょっと多い方の生地で面の方が多いやつです、ねはい、生地で、はいえー、このようにエバづけしてあるエバづけってわかりますか、はい、こう通しの柄になってるんですねはい前から後ろまで通し通っている、ね、それだけじゃなくてそこの場所だけに出るように、えー わざと絞ってある、絞ってあるんですね。そうなんです、ね。これがね、後ろこれ後ろからだとわかりにくいので、はいえー、他の商品でいうとですね、例えばこれなんかね、男子ものもあります。あ、かっこいいですね。はい。ですから全身にこの線をやっちゃうと、はい、多分ね、えー、浴衣っぽく見えちゃう。はい。これを、えー、身頃一本、はい。それから袖一個一本、ええー。それだけにわざと入れてあります。 これが逆にすすることはあの可能でよ自分はこっちがいいんだぐらいはできるけど次の身ごろにもあるわけじゃなくって前上前身ごろに1本か下前身ごろに1本か 1> <はい S 2> で袖を右袖に1本か左袖に1本っていうふうにどちらか選べるこということなんですね。こ, <はい S 2> これはもう普普通通の、えー 麺麺の今までの普段着着物とかは、はい、当然こういうガラス化はし,しなかったですね。はい、これは極級着物なならではで、はい、しかも藤井絞りさんの協力がなければできないこと、はい、一ぱ一旦ずつ絞りっていうのは染めれるっていうこれが強みですね。強みなんですね。はい、テコとはだ。はい、ディレクターさん。なんでしょう。これらは、はい、今いろんなか変わってますけど。 この柄パターンありますからモデルさんが着ているのはたまたまこういう感覚の、えー、このお絞りの色柄が普通は決まっちゃうじゃないですか、はいね、オレンジのサンシャインですって言ってますけども藤井さんがね、はい、これねこういうことよいしょこれ絞り方絞りの パターンは三種類あるんです。はい、で、色はこれ六色あります。はい、で、一旦ずつやれるって言いましたよね。じゃあそれぞれどの柄を選ぶか。そう。どれにその色を合わせようか。いけちゃいます。時間さえいただければね。はいは現物は現物で置いてありますから、はい、各店舗にこの各各店舗が選んだ色と、はいえー、絞りが きままますすす選べるとそれれは各でで見例えばディレクターが「ごっきゅうのパンフレット見たら」と「俺はオレンジにこの縦枠がいいんだ」と「縦枠」みたいなからこれまた別れのこと言われるとうるさいから「えっとねフォレストサンシャインオーシャン」と3種類あるんですね名前が。で「フォレスト」の絞りで「 そのオレンジの色がいいんだとか、はい、サンシャインの柄でオレンジがいいんだとかっていうのが一応効くんですね。はい、これをすごくう、あのー、今回の藤井さんのこのコラボ商品はこういうふうになるんですよ。例えばこうでしょ。はい、これが、えっと、これはフォレスト。ストこれがオーシャン。はい、そしてこれが 三社位。いいですね。はい。いいですね。どうですかこの絞りもよく,よく見えません？いいですね。あのお魚っぽいのがやっぱオシャオなんで、ね、これね。ええー。やっぱりねうちのお客さんでも、はい、もうちょっと前々情報で少し出てたからこれ、ね。はい。これがやっぱり人気ですね。かっこいいですねこれ。をれこっちかあこっちかこっちか。ちかちかはい。こっちですね。これあの結構ね。 あのこうないのにこっち向いてしゃべるのは難しいですね、えーえー。この青いやつは、えー、かなりあのこの絞りの柄がいいねってみんながい言われてますはいはい、はい。いいですね。この青っていうのがどれぐらいのここの画面上ではとても高いやかなんですけども、はい、はい。その実物がそうですねないんですね今ここにね、うん。ここにはないんですけど、はい、これだから色はいろいろかきめ変えれる。ちょっと見てみたいですね。うん、これはあずめにもきます。 確か4月の中頃だって言ってましたからはいはい、はいはい、大丈夫ですぜひともこの辺がどんどん今から上がってきまして他にはですね例えばこれが集まったやつがこういうふうにドンとこう、うん、ああいいです、ね、こうなるとちょっともうちょっと分かりやすいのかなと思いますけどはい、はい、んなあまあとはですね例えばあとこれこのタイプですねこ,このタイプ、はい、えー、飛び殻の付け下げみたいなのを も作りました。はい。これハイブリッドって書いてありますね。名前がハイブリッドハイブリッド紫モザイクドットマスカット。もう日本語には聞こえないですね。<笑><笑>えー、<laughs> すでに。これは私が頭で覚えれるかどうかは別として<ー>、えー、これはあのモザイクドットといって、はいえー、このね。 えなんでハイブリッドって言ってるかっていうとこれは藤井絞りさんと藤本千光芸さんとのコラボなんです、はい、それででハイブリッドなんです、ね、えーメーカーをもう一個メーカーでやって、はい、そうするとねこれ一応どういうものか今この人が着てるとかわいい感じだなとえ、ね、ちょっと飛び柄でポンポンと普通の付け下げより着やすそうだなと、はい、もちろん普段着に着れるんですから、はい、そうすこういう感じになるんです、ね。 この中の丸のところよく見てください。なんかいろんな色が入ってます、ね、はいで元はこれです。真っ白です、ね、藤井絞りさんの状態では、はい、丸く絞りで抜いといてくださいねと。はいそれを、えー、さっきの藤本千工芸さんで。はい このようにここの柄の中だけを柄付けをしてくたさらに柄が付けれるとそういうことなんですねこの柄パターンも何,何種類か試しました我々、はい、でこれがいいだろうっていうのに決めさせてもらったんですね、はい、それがこの、えー、と何でしたっけハイブリッド、はい、これが2色ありますこっち黄緑と紫とあこれはきますよ、はいはい、これ色いいですよね 値藤井さんのね、はい、こっちの商品ね、はい、この、えー、とスマートラインシリーズ、はい、と呼んでます、はい、この「ハイブリッドはネーミングじゃありません」って突っ込まれましたハイブリッドはウェブング <laughs> もっと言っちゃってやくだてさいもう本当に。 もうあの手元の台本から目離してないんですよ、ずっと。<laughs> え、宮子さんに突っ込まれましたね。<laughs> あの、だって宮子さんが書い,書いたやつ全部読んじゃうんだも <laughs> ん、こっちは。<laughs> <laughs> だって覚えれないんだもん。<laughs> もそこ読むときだけ、なぜか棒読みみたいなね。<laughs> これ、スマートラインシリーズはわかりますよね。えー、スマ、これね。えー、ねスマートライン。スマートラインシリーズだと。はい、で、これの、じゃあ、えー、おあの値段を発表します、はい。はい、お願いします。 これはね、前回はもうちょっと高かったと思いますよ、皆さん、はい。なんと藤井絞りさんで染められているんですよ、はい、エバで。はい、級でで。ございいます。級だけに、よよろしいようで、ねまあ、これはあの藤井絞りさんも聞,聞いていらっしゃるんですけど、今日は、はい、通常の藤井絞りさんの綿浅の浴衣は全国共通で決められてますよね、値段が。えー 通常は七万三千五百円するんですね。はい。それがなんとオリジナルのくせに。オリジナルで。五級でございます。すごいです。ですから五万九千円がこのスマートラインシリーズの上態になっております。はいえー、これもね、皆さんぜひとも早めに。かっこいいですね。しかも色が今のうちなら。染められるよと。染められると。うん、自分だけの色に。はい。値段は据え置き。据え置き。 これはすごいことだと思います。うん。泣いちゃう、普通は。はいはい。で、これが5万9000円。それからさっきのハイブリッドの方ですね。こちらの方。ね、来ている姿はこれですけども。こちらの方は、やはり、あの、もう少し手間かかってますね。絞りで染めた後に、そこの。さらにまた絞って。いや、それは絞ってる。木版染めかな。木版染め。はい。染めてるんですよ。染めて。これは、え、6万5000円です。はい。 それでも安い。はい。六万五千円で付け酒ですね,ね。上品ですよね。ねはい。東屋さんは紫のハイブリッドです。はい。あ、うちに来るのはね。はい。でもそれハイブリッドの紫っていうのは名前じゃないらしいですよ。はい、えー。<laughs> まあ、あの。藤井さんハイブリッドっていうと怒られますよ。うん。モザイクドットっていう名前ですね。はい。名前は。モザイクドット。グレープ。はい。今確認したんですね。初めてね。<laughs> でさっきのこっちが、はい、こちら側がモザイクドット、はい、マスカットあやっぱりグレープとマスカットそうあ今回また忘れてますねやっぱりみやこさんがここにいなきゃダメです、はいえー、今回いろいろな話を今まで聞いてもらってて一、はい、つのえなんかの共通のあれがありますねはい名前に共通の名前が付いていると思います、はい、こ今回はあなた全部名前言ってないですよね <laughs> 気づきようがないと思うんですけど、果樹色着物は <laughs> 無視した。あの果樹園の果樹ですよ。はい、果樹色着物ということで、ねはい、夏のイメージとその果樹のイメージで。で、はいえー、明るく、はい、いわゆるパッセル調みたいな感じ。そうですね。フルーツ色柄が多いので、ねはい。フルーツの名前をつけた色柄になっております。はい、そうなんですね。はい。ですから、ええー、果樹色着物ということでございます。はい さあ、えー、ねどんどん進んでいきます。はい、え続いてです。これで、えー、着物は終了ですね。はい、こ今年の国級着物着物は終了で、はい、続いて帯これねずっと後ろで皆さんこれなんやねんと。そうですね。帯いきますよ。あの後ろのあのレインボーは何なんだと。はい。これですね。はい、もう今年のこれがいやいわゆるこの方がやってる帯ですね。はい。すごく綺麗ですね。はい。綺麗であの。 なんて言うんですかね。派手なのに上品っていう、なんか不思議な感じがしますね。うん、はい。これ不思議でしょはい。これが、これがあの、うちが写真さっき撮ったんですけども。はい、このレインボーみたいな感じ。はいえー、こちらですね。えー、これを我々、ね、西村織物さんで。先ほど言いました。はい。博多織のあらしゃという織り方です。 荒いシャ、シャ、普通シャというのがね、効きますよね。はい。え、洗シャと言って、ちょっとシャでも、大きく穴が開いてるんです。ここからでもわかるぐらい。はい。とても、こう、向こうがてます、ね。涼しげな。はい。涼しげと言えばいいんですかね。はい。あら。洗シャです。ちょっとこれ、アップしましょうか。こっち側で、現物を見ましょうか。 こんな感覚になってます。はい。これすごく向こうが透けるんですけど、まあこれはさすがに夏物はい。本当の夏物って感じしますけども、これ一重の時期から、えー、先取りだったらしていただいて構わないと思います。はい、これ非常に綺麗なんですよ。こんな日今まであったかとえなグラデーションですよね。これはね。もう絶対に5級でしか作れなかった。はい であろう色虹色す、ね、さすがの西村君も大丈夫って言ったようなこれだって博多の時あったじゃないですか、えー、はい。あなた見てた見てますよもちろん、うん、あの時僕は言いましたよね、えー、ちょっと明るすぎないかはい、はい、って言ってましたねいったやつがこれですはい。でも出来上がってきたら割と上品なんですねとても上品ですよえー、えー。なぜなぜこんな上品 上品だなとも思わせたのはやっぱりね西村織物さんの糸質がいい。織目織目とね。うん、こうすごい大きな柄の穴が開いてるんですけど。うん、でもねなんか綺麗なんですよ。やっぱりねこう普通これまあ安物の帯とかでこういうの使っちゃうと、はい、どっちかというとなんですかね。ちょっとくどいですよね。うん、デカデカしちゃう。いやしかも安っぽくなっちゃったり。うん、安っぽくしちゃう、ね、なっちゃうんだけど。 これ真剣に西村君、これね、博多織の金印がついてるんですよ、これ、はい、これちょっとアップで上から狙いましょうか。はい、こうまず、このね、シールからね、はい、あこっちか。そうですね。はいはい、これ、極球って今、シール貼ってありますけども、これ、金印、分かりますかね。博多織と書いてあります、ね。うん、博多織でも2種類あって、はいえー ね、青い彰紙と、はい、え金とありますけどもう西尾織物さんはもう金しかやってないとね、はい、それは効いてきましたよねだから糸質がいい証拠です、はい、でええ極級着物オリジナルということで極球のおついてますけどやっぱりねこの糸質がいいそれから織りがすごくねよく見てくださいこれ見えますかねエクターさんすごく荒いんですよ 荒いって言うと安っぽく感じちゃうから荒いんじゃなくて大きいんですけど、うん、荒いんですけどなぜかね光沢があるんですよね、うん、ちゃんとこの、えっと、デザインで糸が止めてある、はい、って言えばいいのかなデザイン、えっと、テキスタイルの折りのデザインで柄足しができていてそれがまた理にかなった止め糸になっているというか、はい、それがすごくこの帯には僕ら専門 の僕らが見てもすごく考えられているな。はい、でお客さんの立場からするとすごく麗。はいでデザインがいい、はい、で糸がいい糸が光るの、ねはい。これはねいいですねこの色はいいと思うよこれ。とてもいいと思うんですけどこれ男はちょっとやっぱりね当たり前じゃないですかこあなたはあんまり変なこと言うとね。い,いなと思って。 欲しいなとでも男でもこういうねレインボーみたいなね<は>いはい極上の品質ですね <はい S 1> でこれもう一回戻しましょうか写真の方にねはい、はい、ねこうトーカミとかって白っぽくちょっと今ね画面ではねちょっと白が飛ぶのでグレーっぽく見えちゃったけど本当は明るい色なんですよそうですねとても明るいとても綺麗な色なんですけどねとてもあの若い人からねあの、はい 落とし目された人でも、全然いいんじゃないかと。はい。で、あ、当然ですけども、さっき言うの忘れましたけども。えーえー、西村織物さんは当然織物ですから。はい、織物なんです。はい。これは全部グラデーションが先染めにて行われているんですよ。はい、えー。じゃあ、こっちお見せしましょうか。これだけみんなにもいいとか、なぜ。ものがいいのか。はい、上から狙ってください。はい、ここでかる、あ、これでわかりやすいですね。ここ。 糸が出てるとわかります。これ縦糸なんですね。はか、い、と織りの特徴は、リネ、はい、クターさん、縦糸ですね。わあわかりましたね。はかと織りは縦糸だって言いましたよね。はい、西山織物さんは、はい、縦糸が全部色で、はい、グラデーションが、はい、色で糸縦糸で付いてる。そうです。ということは縦成形がめちゃめちゃ大変なんですね。これは。 しかもこれ混ぜてるんですよねこうちょっとずつ白とかをだん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 配分を少なくしてったりとかして、はい、だからこれは何色もの糸が実は使われてるんですよ、はい、染めじゃないからね皆さん染めでこうやってビューッと使えちゃえば簡単なんですけども、はい、全部糸から染まってますので、はい、もう堅牢度も抜群ですからねということはすれても色が抜けないってことですよ ね、染め帯じゃないからね、はい、それ覚えておいてくださいありがとうございますあーなんか言えた西村君もこれで満足かな <laughs> これも名前あるんですかはいあります名前言いますえー、ラルコアンシェル違いますねああすみません、えー、ええラルコアンシェルって確か全然違う意味じゃなかったですかねフランス語に虹ですよねこっちら果重色ですからねあそうですね、はい、フルーツカクテル すみませんちょっとフルーツカクテルこれを皆さん欲しいって言われたらフルーツカクテルくださいとそうすると僕がね入り口で食事してください振ってくれるんでそれをお客さんが違うやんっていうことえないとフルーツカクテルでございますの名古屋帯になりますはいでもう一つ西村織物さんで作っております帯がこちらでございます 4寸の半幅帯やはり普段着<幅>ね普段着もの物といえば半幅帯じゃないですか、はい、こっちの方がやっぱりあの気楽にはやってもらえると思います、えー、それでもまたよく透けますねはいこれも荒車ですさっきと同じような折りをしておりますはい,、えー、い折り方はほぼ似てるんですけども2色作りましたね また上品な色合いですねはいこの2色はもう夏らしい感じのアラシャの帯ですで真ん中のとこがシュスの浮きが出ていまして折り柄になってますねディレクターさんねはい、はい、でこれ上から狙いますかはいじゃあこういうふうにしときましょうかはいはいどうぞいいですかはいどうぞうはい2色ね 2>、はい、で、えー、もちろん金印ですはいもちろん り、えー、の金印がついててまして、えー、ここ浴衣帯,帯と書いてありますけどねこれは気にせずに皆さんね西村君これこういうことやっちゃうかんな、えー、でえー、<laughs> で柄がですねこういう一、えー、個ずつ見せましょうかこういうふうにね、はい、もうちょっとアップすると見えてくるかなこれがまた微妙な色合いなので画面と,と、ね、違いますけどね、はい これこういうふうに、えー、すごく糸質のいい糸を浮かせておってあるとで織、はい、柄がこうほらわかります出ますね。織柄が出ますね。はい、のっぺら棒ではないですだからね角度によって非常にとてもいい上品ですね。はい、でこれを結局はねこのあのー、今まで皆さんね、はい、浴衣の帯とか、はい、えー していたと思うんですけどいろんな帯を母帯を持たれてたと思うんですけども意外と初心者の方はこういう本当の夏帯の存在を知らない人ト帯っていうんですけどこういう涼しいんです軽くてこういう帯を実は僕らはおすすめしたい専門店は。やっぱりねポリの何て言うの失礼だけど合わせの袋袋織になっている。 いわゆるセットでいくらっていう浴衣帯はあんなもん暑くてねほんと段だ着物の人にとってはね拷問ですよあれは冬本の帯と一緒ですからね実は合わせですからねはいしかもポリエステルで透け感はゼロで分ああン蒸れ蒸れですから男帯でもそうですけどもそこだけサウナスーツサウナスーツそこだけだから浴衣を着た後にあのにちょっと変えましょうかはい 女性ってここに占めるじゃないですか胸のところに、えー、だからこれだとちゃんと透けてるし、はい、通気性があるので、はい、発散するます、はい、で面面ン朝の着物だったらその発散を助けてくれます、はい、でもいわゆるまあちょっとお値打ちな浴衣とかだと、はいえー、だいたいコウマシって言ってベタっとした面で、えー、ちょっとそれでプリントが上からベタっと乗ってるものででしかもあのポリエステルの、はい 合わせの帯をここに二重に巻くともうここがね汗もができちゃってかゆいかゆい病になってしまうとこういう本当の軽くて通気性のある絹の歯型帯ぜひともこの半幅で試していただきたいこの極級がお助けしたいこういう帯がすごく使いやすいと思います。 あると便利ですね、うん、こういうのはね。サラサが素敵でしょ、と。サラサ模様がね、はい、このサラサが、ここの模様の名前のことですね。はい、サラサ模様が入っています。これがね、ただね、みやこさんにちょっと言いたかったのは、はい、私これ、あの、2色あるんですね、今。はい。2>, 2色。こちらクリーム色ですねこ。この色の名前がちょっと納得いかんかったかな。 どっちがどの名前なんだろうっていうのは僕分からなかったからそんな微妙な名前クリームとちょっとグレープ色っていうかちょっと紫紫がかったクレーム色ですねクリーム色ですねこれね名前を見たらですね名前を見たらこちら側がクリーム色のはい。アップルアップルこれアップルアップルこちら側がピーチピーチなんでか見えますよ ピーチお前お前は誰の味方あっそもうリンゴにしか見えないで笠原さんに電話したのこれどっちかなっつってどっちがアップルでどっちがピーチかアップルですとピーチですどっちがピーチなんでですかとりんごを切って中身のね色がねリンゴの中身の色はこの色だとそうですよ私もそう思いました僕のリンゴは多分 果肉でね、いてジュースにしてそうですねちょっと1日置いてそうそう,そう果肉とじゃあ,あのね表の側,側と果肉が混ざった,ざったような感じ、ね、感じかなと、はい、いうことでございますはい <laughs> 勝手に言いましてすいませんでこれが、えー、2本シャの、えー、4寸半幅帯これ、えー、ちょっとあのー、紫色が はい、結構強いんですねちょっと紫がかかってますねこちらはね、はい、こちらのお値段はい、はい、お値段が4寸の証券の半幅帯2本とも 2>,、はいえー、2万5万五千円の、えー、税抜きですね 2>, 2万5千円の税抜き、はい、2万5万五千円ですはい、はい、こういういい帯をぜひとも皆さん一回試してみてくださいああフルスカクテル言,いました言ってないですね 私ただ向いてないと思うフルーツカクテルはこちらも相当値打ちだなこれはいこれこんな安くていいの間違えないでくださいよお願いしますよはあはあこれあのこういうこれ嵐はねこれ西村織物であるんですよ今までもはい全然違うけどこれはオリジナルだけどはいえ普通の店で買うと8万円台だと思うんですけどもええ これ六万円ぴったんこ六万円じゃそうはいでまあ消費税がありますはい六、はい、万四千八百円ってことかな,そ,なそうですねえー、税込み六万四千八百円安いですねいやこれはめちゃめちゃ安いですよ皆さん <laughs> 西村織物の荒木ですね荒社のこんだけ縦糸がはい貼っているものが、はいはい、いいですねこれはい。 この夏一本、お試しください。みやこさん、ほ、はい、ほ、ちゃんと言ってくれましたね。みやこさんですね、はいえー。色が当初より変わったかなという感じですね。本当はもう少し薄ピンクのはずだったのですが。てへみたいな。<laughs> そういうオチ。てへ。可愛くないので、次行きましょう。でも、それもごっきゅうらしくて。よろしいか、よろしいかと。いかとはい。でも、結果的に、でも、この帯は合わせやすい色になったなと思います。えー、非常にこれね。 あのー、ちょっと濃いめの着物でも合うし、はい、薄い着物でも合うとう、はい、上品に、えー、両方といけますこれ、はい、本当にそうですねこちらクリームよりそっちの方が合わせがしやすいんですね、うんうん、絶対いけると思いますはい、はいえー、それから、えー、ちょっと待ってね、えー、帯がまだいきますけど現物は、えー、今日のところは、えー、そんだけです、はいえー、からまだまだ着てないものいきます、はい えー、まだ着れないものはね、あ、田中伝さんの西陣でも、えー、作っておりますのでね。はい。田中伝さん、えー、の半幅帯とあと藤本さんの半帯。はい。これ行きましょう。写真で。は,はい、これです。写真で伝わらないですよ。えー、これは見てのをお楽しみにしておきましょうか。<laughs> これ違うどうなってるんですかっていう感じですけどこれあのね名前はですねはい名前が虹色メロンもうとうとうあれですね「ワンピース」の世界入っちゃいましたねいやでも悪魔の耳みたいなこのメロンのあの葉脈あるじゃないですかそううい感じマスクメロンのねあんな雰囲気でちょっとラメが入って色合いが虹色だと虹色だよと。なるほど これ確かね、ね誰かがしてましたよ。画面で見ると何が何だかもさっぱりわからないあ。これ、この方が実はされてるんですけども、えその帯を。うん、ただ、これね、やっぱり、えっ、ー、と、飛んじゃってますので、ね、ちょっと、ね、写真が。白くす、ね。白く。えっ、ー、と、これ本当に、あの、印刷物で見ていただければ、アップしてみましょうか、ね、いや荒れちゃうと思うな。荒れちゃう。 もうだからこれあのまた現物見て頂ければいいと思いますこれ田中伝さん日人らしいこれは母望美になってますのでねぜひともあのこれもお楽しみしてくださいこちらの方がねこれ証券なんです絹そうなんですねはいでリバーシブルになってましてこういう感じのリバーシブル確か裏が裏がさすが伝さんですねはいリバーシブル伝さんらしいでしょうお得意なはい で、この両面でリバーシブルで三万三千円でございます。はい、証券ですよ。証券のリバーシブル西新織で。三万三千円でございます。えー、それからですね。えー、藤本せん、えー、線香芸さんですね。はい、えー、が、えー、ちょっとまだね。確定、僕は確定のものを見てないんですけども。はい、えー、この、あの、方と木版の併用かな。 えー、こっちもハーフボビーですね。はい、手作りのこれもすごい可愛いんですよね。こちらの方がチェリーリーフ。ね、チェリーリーフっていうさくらんぼですか？はい、証券ですね。はい、これのハーフボビー両面ハーフボビーですね。はい、リバーシブルです、はいはい、えー、こちらも出てまいります。はい、えー、木版染めですね。いいですねで。もう1本がバスケットっていう名前のものが出てきます。 これはね、ちょっといろんな人との、このね、打ち合わせのやつもいっぱい用意したんですけど、これかなこれだ。この今ね、坂本さんが、はい、え藤本さんと一緒に手を取って見ているものがバスケットのタイプですね、はい。ハーフオビー。ちょっとわかりにくいと思うんですけども。この手前のやつじゃないんですよね。手前のやつはね、ボスですね、えー。えへへへへ。マギラシ。金魚、金魚。<laughs> あ奥で二人でこう決まったっていう手、うん、で持ってるやつらがこの手前の金魚は違うんですねちゃんと八王子だから坂本さんがこう地元ですから、はい、あの交渉とかやり取りをして頂い,いてると、はい、ただし僕はちょっと嫌がらせで坂本さん着物着てなきゃダメだよねこれ <laughs> 久しぶりに見た着物じゃない坂本さんそうですね,ね 僕らが会うときに。久しぶりのろ、私初めて見ました。あ、そうか。着物の姿以外で見たのは、あなたは、ねえー、俺は1回か2回あるんだけど見たことないです。珍しい姿を皆さんにお見せしました。<や>はい、特別公開ということでね。業界人、着物着ないでこうやって突っ込まれますよ。はい、はい、こちらもそうです。えぇ、ー、えぇ、ー、<laughs> 歯型の御曹司と宮子さんですね。はい。でもこうやってね、皆さんね、それぞれ時間を合わせて、 えー、いろんなところで1年間かけてこれもさっきのねアラシ車の帯をどういう色使いにするかっていうのをこれほらあグラデーションの位置だったりとか色の順番だったりとか、はいはい、だからこの組織はこれなんだけどっていうことでなん当にオリジナルで決めてるのがよく分かってくださると思いますでこれがある程度の目星を立てた紙に落としたところですね でまあさっきのまあ藤本さんでもこう何回かこういうやりとりがあって、えー、帯になったと。これで極級着物の今年の一応全種類をお話しさせていただきました。はい。いやとにかく一年ね二ヶ月に一回ぐらい、えー、東京とか京都でみんなで集まって話し合って。はいはい で月えー、その間はスカイプを、ね、使って会議を、はい、して,をしてで本当にまあ本来ならばそんなにたくさんの点数じゃないのでここまで時間をかけることはなかなか難しいんですけど普通であればはい、はい、それでもやっぱりこの今ごっきゅうきもので集まった皆さんは、はい、何かやっぱり、ね、新しいものを作って提案したくて、はい、でお客さんにもとにかく。 オリジナルのものを提案していきたいという思いで、はいえー、作っております、はい、ですからぜひともこのごっきゅう着物っていうね本当に新しいこの提案を、はい、皆さんもねあの一回試していただけると、はい、嬉しいかなと思いますもう本当に5月から9月まで暑いですから正直、ねはい、もっと気楽にもっとな、はい、んていうんですかねファッショナブルというか明るくというか そうカジュアルに着物を楽しんでいただきたいと、ねね、今でも僕のとこにはメールがたくさん来ますこ、はい、こういううういいいい時にものは着ていいんですかとやっぱりりそうういのは気になりますよね、うん、確かにそれはもちろん答えるんですけども、はい、着ていく場所が大したことないのに着てもらっても、はい、もうねすごく心苦しくてしょうがない何でもいいじゃんそこに行くならっていうぐらいのところでもみんな大丈夫かなと思っちゃう。 ここれは着物いいかなとろでもありますだから僕はもっともっとみんなね洋服に置き換えてくださいとこれらはジーパン T シャツの部類ですからある意味もうどこに着て行ってもらってもごっきゅう着物か構いませんただ至急服にはするなよとまあまあ簡単にねそっちで怒るぐらいですよだかはでもねオールオッケーっていう感じで着てってくれると嬉しいと思います さあこの辺でね一応一通り行きました今年の極級着物、えーはい、今日から、えー、開幕です、はいえー、今からディレクターさんにちょっと極級、えー、のねフェイスブックページアドレス出していただけますかはい、はい、こっちの下にも下にも出していただけると嬉しいですね両方と出してくださいソ、えーシャルと <laughs> あのこちらの方にも 言ったらすぐ何でも出てくると思うなよ、えー。ニュースでよくやってるじゃないですか。こ,こちらの方やって。そうそう普通はもう,う、ね、も出来のいいディレクターだとピャッとこう、えーえー、うピャッとこうね、うもねう歴、ねね、のいいディレクターだともうパッとこう、もう三秒ぐらいで。そうですね。ごっきゅうきものフェイスブックページを今ね、はいえー、ディレクターが打っております。はいえー、こちらの方はあの多分あのフェイスブックやってらっしゃらない方でもあの見ることができます。 えー、ソーシャルストリームの皆さんぜひとも一回「ごきゅうきの,の,あの」のフェイスブックページをご覧ください、えー、これからもちょくちょくアップしていくと思いますいろんな情報がね例えばこれが品切れになりましたとか、えー、あと「あずまや」のねホームページでも今、えー、だ、えー、今日頑張りましてちょっと一部、えー 45点かな4点か5点ぐらい商品をホームページにアップしておりますえー、よかったら見ていただけると嬉しいと思いますあそっかこれで見,見せてあげればいいかうちのホームページをちょっと出してみますねじゃあよいしょはいえフェイスブックページ出てるでしょうか よろししいいですかか<た>出ましたか長<い>、はい、ちょっと長いですけども着物ごっきょう着物で調べると多分出てきますのでね皆さんね言、はい、ったら何でも出てくると思うのよ確かにと <laughs> 出てくるよねはい出てきましたさすがですもうバーッとちょっと長い言われるでこれ打つ人はいないと思うんですけど <laughs> え <laughs> いやでも、録画だと止めて見れるじゃないですか、これで「これでうきもの」のフェイスブックページを見ていただいて、えー、これからあのいろんな各店舗が、えー、売り出しをしたりとか、はい、そういうい情報も流れてきますこれっていうのは、こ、えー、このお店でしか見れないんですよね。はいはい、そうですあ,のあとはですね、えー、カーニバル、着物カーニバル、はい、着物カーニバルでも見れるようになりまして。はい えー『着物カーニバル』で極級ブースが出ますので、はいえー、よかったらあの現物が見たいけどなかなか京都に確か店がなかったと思うので今の中に、えー、なかったと思うね確か、はい、8店舗の中に入ってませんので、はいえー、京都のとか,か関西地方ですね、はい、見たい方は、えー、京都の着物カーニバル西陣織会館で極級、えー、着物ブースが出まして今年の国級も出ますので是非、はいえー、とも。 カーニバルででで見見るるるこことがででと,ことががききますのであと吾妻焼物広場もちょっと紹介させてもらっていいですか写真の方であそこでそのうんそれですねショットはいじゃあはいこういうふうにね吾妻焼物広場のホームページでも、えー、ごっきゅう着物を紹介させていただいております、えー、ちょっと場所がこっちの方がいいかなはいえー、ここでいいかなはいえー、このように。 今四商品出ておりますのであの選んであのお買い上げすることができるようになっておりますこのようにねさっきのねこう現物とお一応お写真の方が見やすいかなと思って、えー、できておりますまたぜひともあよろしければ、えー、ホームページの方も見ておいてください、えー、じゃあ画面変えていただいてはい、えー、ということで、えー、今日は宮古さんも富士工房さんもね えー、藤井しぼりさんもソーシャルに入ってきていただきましてありがとうございますええ高級着物、えー、今年も頑張って、えー、やっていきたいと思いますので、えー、全国8店舗もう一回最後に言いますえー、どっか行っちゃった <laughs> 8店舗8店舗8店舗どこ行った <laughs> ?8 店舗がねありました、えー、東屋着物広場愛知県ですね、はいえー、高橋宮城県気仙沼 えー、富士工房、京都室町、えー、仮想用、東京目白、えー、着物ギャラリー、柔木、えー、和歌山県、えー、和歌山市、えー、羊屋、東京蒲田ですね、坂本五福店、東京八王子、えー、柳田、長野県佐久市、この8店舗で、えー、ごっきゅう憩もの、えー、今日から解禁となっておりますので、 えお近くの方は是非とも実践簿に足を運んでいただいて、えー、一回ね本当に試してみてください。はい、でまたあのー、ね先ほどの月刊あれこれさん今日都さんがせっかく来ていただいておりますので、えー、この着る人が作る、えー、雑誌です非常に、あのー、僕も毎回毎回楽しみにしてうちのお客さんも楽しみにしていただいてますんでこれはのあの確、ー、かあれこれさんのホームページから定期購読が お申し込みができるようになっております、えー、本当にあのー、テレビ上見てらっしゃるお客様は着物が好きな方が多いといらっしゃいますのであの菊池今さんが毎回毎回、えー、いろんなね、えー、菊池今の着物の引き出しという内容で、えー、いろんなこうね文章に載っておりますので、えー、また楽しみにこちらの方もあれこれさんのホームページもご覧ください。さあ アレクラさんのホームページも出してあげてね、下の方に多分書いていきましたんで。はい。えー、ということで、今日、今回のごっきゅう着物、ちょっとうだいぶう <laughs> 過ぎましたけども、時間は、えー、終了させていただきます。えー、一回ここでば、えー、番組は終わりまして、えー、番外編でまた着物カーニバルのことを喋っていきたいと思いますので、えー、お付き合いくださる方はそのままでお待ちください。えー、じゃあ、出倉さん。 えー、今日のところはねこの辺でお別れをしていきたいと思いますので、えー、そうですね「着物のカーニバル」をパンとこう出していただいて、えーね、皆さんもね、えー、そろそろねえー、終わりたいと思いますけど「だから見えねえだろ」っつって「<laughs> 顔が見えねえだろうが、えー」ちょっとフライングしちゃいまして顔が見えないでしょうがいや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 はいはいああはいさあ、えー、それでは皆さん えね番外編はカーニバルのことをしゃべります、えー。それではまた来週。おやすみなさい。はい。カーニバルの話をちょっとしないとね。しないといけないですね。はい。